これどこまで届いとるんか。行きましょうか。ここの水たまり多いな。え？滝多いな。え？どうよ。この間ホームセンターでオニヤンマ君も買いました。クマスズと一緒に。これいてたらアブとか危ない虫は寄ってけへんやろ。おお、どうよこれ。え？うわあ、アライゴシやね。うわあ、わお。リンドウやな。なんか荒々しくないけども魅力的なリンドウやな。え？うわー、綺麗やな。めっちゃ神秘的やな。今外気温28度ですわ。やっぱ涼しいな。左もあるけど、やっぱり右やな。なんか、な。思え、みんなめちゃめちゃ雰囲気やろ。おお、あんまり崩れてないな。あ、ここ行けやんのかい。ははーん、おお。
整備車あるな。え、俺、あ、なんか綺麗に直しちゃうな。ちゅうことはだいぶ続いてるんか。今のところ何にもうっていうもんないな。え、おおおおお、なんかの卵じゃん。うわあ、これ何の卵よ。ちょっとね、こうわっ、ネバってする。俺すげえな、とてらいな。俺車に当たったらべっちゃーってひっついてまうで。続いてるな。え、わお、これは続いてるで。あれ、あ、終点かい。終点ですわ。あれよ、そこになんか建物あるで。なんやろな。え、終点ってこれ道続いてたんと違うんか。ちょっと降りれやんしな。え、どうよ、ちょっと見に行くかい。え、うお、なんなよ、変な鳴き声すんな。うわー、おー、あ、意外と水流あるな、おい。え、あー、よし、おお、こっちか。あ、山岳部。ああ、工業高校山岳部前身基地。そうか。お、まだなんかあるで。ちょっと見学させてよ。
おお。ここもそうかい。ああ、なるほど。珍しいもんと違うたな。え？これでも郵便ポストあんやな。まさかここまでおまん。郵便屋さん来えへんやろ。え？わあ。ああ、遊漁券が必要っていうんか。これ、あ、アリ地獄や。俺。こ。わあ、なんかいっぱい。アリ地獄あるで。わあ。さあ。ちょっと戻りますわ。まあなかなか走りやすくて楽しかったんやけどな。結局何ってこうワクワクするようなのがなかったんでな。ちょっと物足りやんな。おい星